春の交通安全県民総ぐるみ運動に合わせ、那須塩原市では昨日フェラーリなど世界のスーパーカーによるパレードが行われ、交通安全を呼びかけました。フェラーリやランボルギーニなど憧れのスーパーカーがずらりと並びます。 JR 黒磯駅前の街中交流センターくるるには、関東一円から集まった名車34台が展示されました。このイベントは那須塩原市の黒磯駅前活性化委員会が駅前に賑わいを呼び込み、交通安全を PR しようと毎年開いているものです。会場では交通事故ゼロが呼びかけられ、交通事故で親などを失った子どもたちのための募金に協力した人へ、事故ゼロにかけてゼロドーナツが配られました。そして栃木県警のレクサスパトカーを先頭に、スーパーカーが会場周辺をパレードしました。パレードでは道行く人たちに交通安全を呼びかけていました。自転車に乗っているときは一時停止をしたり、車に止めてもらったときはありがとうございますと頭を下げたりするのがいいと思いました。ランボルギーニとかフェラーリとかのエンジン音がすごく大きくて、いや感動しました。車やはり結構皆さん好きだと思うんですよ。僕らも小さい頃から車大好きだったし、だからやはり車の興味を持っていただく、そして交通事故ゼロを目標に皆さんも活動していただければありがたいなというふうに思っております。はい。